どうもこのまるです,キータロですじゃあ今日はンティム a m k 君がドラマ「私をもらって」に出演することが決定したのでそちらの話をしていきますいやすごいニュース舞い込んできたねねえんかさ演技って聞いたらさもうさすぐさ恋愛ものだろうってつい思ってしまうから私なんか死神役っていうさ <laughs> なんかすごいありがたいやつだったんだけど、うん、ねえってかこんなイケメンな死神おるんやね <laughs> あるでもなんかあれじゃないあのプエクでさあの代表やってくださってたあの方さもともと「とっけみ」っていうさドラマの死神役だったかな何、はい、かそれでさプエク内でよくやっとったねんかなんかその音が音楽が流れてみたいな。 どういううか知らんけど、<laughs> あれ美しい死神 <laughs> だったよねから。死神、うん、なんかな <laughs> ちょそれもよくわからんな。え、<laughs> だから、そういう、ケイ君もそういう感じってこと美しい死神ってことうんうん、そういうあれなんじゃないやっぱり。あれからインスピレーション受けたんじゃないかぐらいまで思っとっちゃう私なあなるほどね。待って、物語の鍵を握るって言われてるから、うん、結構重要な役柄なんだね。あこれあれなんかね。 オリジナル作品なんかね。なんかさ、原作があってとかだったらさ、あれなんだけど。うん、あ、原作あるらしいわ。あ、そうなんだ。それは小説漫画え、漫画じゃないんかね。漫画っぽいけど、ライン漫画らしいよ。あ、そうなんだ。まあ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 、なんかとりあえず原作があるらしいじゃん。あー。なるほどだね。じゃあそれ見たら、ケイ君の役回りっていうかね。 ライン漫画開くならさ「エンティ m のあのシリーズ私いい加減見るよって多分なんかなりそうだから <laughs> <laughs> 自分でね <laughs> あのシリーズ自分たちの <laughs> でもすごないなんかさよくないあのさ結構さ写真とかケイくんがどういう感じで出るのか写真とか少しちょっとした映像、うんうん、みたいなの出てくるじゃん、うんうん、ほんとさ美しさをさ全面に出してる感じの役だよねわかるそうだねケイくんの良さがほんとそのままにっていうかうん ももう髪の毛ササラサラだしさ <laughs> それいつもだから <laughs>。いつもだけ,だけどなんかそのなんて言うんだろう別にやなんかねその,そのままだから美しいそのままになんか登場されるって感じ。でもさやっぱさ「死神」って言って、うん、なんかちょっとどこか異世界観のあるでそれでいてなんかどこか儚い人がいいってなった時に、うん、やっぱケイクの名前出てきたんと思ったらめっちゃ嬉しくないでもその通りみたいな。 うん、確かに何かちょっとさちょっと表現あれだったらあれだけどちょっと人間離れしてるっていうかさもうスタイル良すぎるし、うん、顔小さいし顔美しいし、うん、なんかその確かにちょっと死神っていうなんか分かるちょっと人間っぽくない感じなん分かるかもそうそうなんかさちょっと規格外みたいなさなんかちょっとね「うん、うん、本当にいさの?」ってさやっぱルネさんもう見たとしても思ってるわけじゃんでも本当にいるみたいなうん、うん、<laughs> なんかすごいからさ そのキャスティングされる方がさ、ね、会議とかで K 君を多分どっかで見てないとそう思わないからさ、うん、そうだねなんかやっぱさ「オールスター感謝祭」から絶対つながってると思うよね普通に日 <laughs> テレさんも目つけた TBS の番組見てそうそうそうほら最近露出も結構さねバラエティとかにも出てて「ラビット!」も出ててとかさ、うん、なんかねダンスデーとかもそうなんだけどあダンスでもそういう伏線あるんかねもしかしたらね あーまあ日テレだったもんねあの番組もねそうそう「K 出ますぜ」みたいなさなんかスポ的な確かに確かにだからなんかね嬉しいねなんかちょっとさそういう合う役 K 君らしいみたいな「うん、K 君ぴったりだね」みたいな役ですごい良かったなみたいなもちろん相関図とかにもさもう K 君出てるから結構もうメインキャスト的な感じだし、うん、なんかやっぱ条件付きでよみがえらせてくれるらしいよえそうなの本当だ2人を、うん そう、二人、二人をなんかな。ええ。てか、相関図いいね。で、K が美しいでそしてね。<laughs> 美しい、ね。<laughs> そうなここだけ a n t m みたいになっとるね。なんか n t m なんだけど。<laughs> K! カッコ K! カッコエ n t ィー m みたいなね。そう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 。だから、明確には新網のワンランク下の存在で、あの世とこの世をさまよう霊魂を見つけて、うん、読みに連れて行く雑務処理を行っている。 <laughs> ゴーストとなったその男性の方かなを、うん、49日間夏美さんのそばに戻してあげるあなんか特別な才能なんだねあーなるほどさまよってる魂をそれとなんかあれなんだうんうんその操れるっていうかそうなんじゃないえー、なんかさ<ー>もし夏美さんレネだった場合さ「へっ!」ってなるじゃん、うん、<laughs> 見えるか知りませんよ <laughs> このしぎがみを <laughs>、うん だってさ、その、この,なんかこの男性の、なんて呼ぶのかな、この方、もいいけど、うん、死神がけえならば、私も死神になるってな、なんかね <laughs> <laughs> <laughs>。そうじゃない。確かに。<laughs> 夏海さん、ルネだったらめっちゃおもろいね。<laughs> 夏海さん、ルネだったらさ、まあ、話変わってしまうね。<laughs> なりたいよね、<話し S 1> 絶対。なんでー <laughs> みたいな、ね。ちょっと待って待って、そのままおって、みたいな。そうそうそう。ち神さん、も私もいい、このままでいいから、みたいな。<laughs> そうそうそう。なんかもしくは、あのデスノートみたいに、後ろに寄って、みたいな。お願いだから。<laughs> <laughs> お願い L, L 的な ?L 的な感じ L。L じゃなくて、ほら、あれじゃん <laughs> ライトの後ろに寄る L じゃなくて、なんだっけ リュークみたいなやつじゃん。あー、おったね。そうだよ。うん。そう、はあれじゃん。男じゃん。あ、そこ日本人日本人人じゃん。そうそうそう。うん。リュークだよ。で、リュークがめちゃくちゃ、あの、ほら、デスノータとさ、結構さ、怖い魚呂目のさ、なんか、いいって感じだけど、ケイ君だと思ったらめちゃくちゃ良くない美しい。えそれでお願いしたいね。なんか、あ、それいいね。うちら原作作れそうじゃないそれで。 夏みがるねだったら <laughs> 夏みがるねだったら <laughs> <laughs> 意味わからんから意味わからんね <laughs> めっちゃ意味わからんくて <laughs> <laughs> あとさなんか踊ったりするシーンもありますとか言うからさめちゃくちゃ美しい踊り、うん、コンテンポラリーっぽいのしそうだよねあー確かにそうだねじゃあ,あれママでさ東京ドームで一人で真ん中で踊ったみたいな感じで <laughs> あんなかっこい,いやつ死神さんが、うん、踊られる いやあれだとでもちょっと力強すぎんやっぱ茂みってどこがはかなそうなうんああそうだね確かにじゃあさすがに「ロッサー」みたいな感じでさ腹筋とか出さんよねうん個人的にはねまたねその個人的にはルネ的には <laughs> ね、うん、ありありって感じなんだけどそう, <laughs> そうそうそう多分ないはかないやつだってさほらすごいさトレンチコートとか着てさめちゃくちゃなんかね確かに うん。そうだね。まあ、鉄壁屋根が。うん。そうだね。そ,だねそんな簡単にはね。うん。うん。よくね、なんかいろんなさ、ドラマのワンショットみたいなのもさ、いろんなメディアさんとか、マインティブオフィシャルからも出てるけど、なんかその紙飛行機をさ、持ってるケイ君のこの儚げな目とかさ、すごい良くないわかる。紙飛行機持ってさ、なんか、まどろんだことないねんか <laughs> 人生で。そうそうそう。いや、いい顔しとるね。すごい。てか結構、撮り終わっとるんか普通に。 ああ、どうだろう。でもレンドラだよね。うん、途中までかね。うん、トリオットのね。うんうんとかね。そうだねえー。でも忙しいだろうに。日本と韓国さめちゃくちゃ行き来してるだろうに。その中でドラマを撮ってるんだね。ああ、そうだね。うんうん、あとあれだよね。けい君のさその演技してるところ、一部公開されたけど、うん、それでもいいって言って言ったよね。みたいなさ。うん、なんかささやき系で結構なんかいい感じだったね。うん うん、なんか声もいいしさ、うんうん、なんか上手な感じする演技。ああ、なんかさ、ほら、ちょっと違うけどさ、ほら、エンティング学園でさ、声優やって、んなんかちょっと一部でも公開されたんだけど、めっちゃうまかったんよ。うん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 。そう、なんかあれとかでもさ、やっぱうまいんかな、もしかしてと思ってたから、やっぱなんか、その、ケ君的にはちょっと温かい目でみたいなことをさ、コメントで言ってらっしゃるけど、 ななんか結構期期待待ししたたいよよねねくるそうだねあとさ今回の K 君のさドラマ初出演のさあの情報はさ朝のね情報番組とかでもあの取り上げてもらっててもう最新のねスカートゥースカーのさパフォーマンスビデオとかも流されながら、うん、K 君の紹介結構大々的にさしてくれてすっごい嬉しいよね。ねえんか「エンティームのさあのほんとわざわざさあのパフォーマンスのビデオのやつ、うん、出たばっかのやつ流してくれてそう。 そうあれわざわざさわざわざじゃん <laughs> やっぱりあれをさ<う>宣伝してくれてみたいなしかもかっこ「今朝解禁」とか言ってもそうなんかそのほやほやですせみたいなもなんかちゃんと入れてくれたりとか <laughs> うん、うん、そうそうそう,そう、うん、でしかもさそのドラマのさなんか演技のシーンとか普通に流れてる時の右上とかにはずっと違う方が演技してた演技しててもなんか「け初出演」みたいなさそういう初ドラマ出演みたいなんかな、うん とか出てたりしてなんケイの名前出しとけばさちょっと分かってもらえるって思っとるんかなと思ったらなんかちょっと人気者になったなみたいなさそこでも実感したり確かに確かにだってもうそれってさケイ君の知名度さなきゃさされないっていうかね、うん、誰やねんってならんってことやねんかそのねえー、嬉しいね,ねいいねやっぱさでもさここさここ半年ぐらいじゃないケイ君がさ結構知名度上げたんて 確かに確かに。本当なんか、そうなんだね、秋ぐらい、オールー感謝祭の、ね、優勝した時ぐらいから、本当なんか露出やばいよね。やっぱあれ衝撃やったんや、絶対。イケメンすぎたから。わかる。いや、そりゃ <laughs> そ,そうだと思うよ。<laughs> <laughs> そうだよね。あんなのさ、テレビ局の人がさ、うん、ぼーっと見てて、なんだころかっこいい子ってなってさ、そうそなんか最後さっそとさ、手振ったりさ、なんか、て、えーってなっててさ、へ、えーって手振って、<laughs> ウィリンクしてさ、ゴールするんやろ。サラッサラでね、髪の毛が。髪の毛サラッサラでね、レ、うん、アバンドして。レア,、うん、アバンドして、衝撃やったんや、やっぱり。ありがたいわ。確かに。伝わっとるわ。だからさ、なんか、TBS だったけど、あれは。 他のね、曲も。もう日テレさんも目つけてもね、<laughs> 書こうぜみたいな。K はうちでも書こうぜみたいな。<laughs> そうだね。しかもエンティーム最近売り上げ伸びてるらしいぞって言ってね。エンティーム、<laughs> そ,<う>そこでもありがとうございます <laughs> 本当に。確かに。そうだね。 え嬉しいだからそうパフォーマンスビデオもねそれで使ってくれたりとか、うん、やっぱ t ィ a m がやっぱそういうね影響力あるっていうのを多分分かってくれてるって感じだよね、うん、きっとねへえー、いやーまあまあ多分まだまだとか本人たちは絶対言うと思うけどね実際も、まあ、うん、絶対その上がってきてはいるからねよかったねうんうんうんそうだね確かにでさその流れでさ「スカートゥースカ u s のさスペシャルパフォーマンスビデオについても話していきたいんだけど、まあ、これもね公開されてもうめっちゃかっこいいよねねーなんかさあの ティザー的なやつ、でも、やばいなって思っとったけど、うん、やっぱ全部見たらさ、なんか <laughs>。迫力って感じだよね。しかもさ、俺、あの、エンティーガオのとこさ。うん、あれさ、ビスだよね、やってんの。そうだね、ビズ。ビズとね。フーマーだよね。うん、そう。なんか、その、チーム名とか、そのグループ名が入ってんのも、すごい好きな。 ああ、しかもさ、ラップさ、ウィジュのやつだったじゃん。で、なんか動いてんの見て、うん、なんかますますさ、ラップやっとるみたいなんで、結構。確かに。そう。なんか、ウィジュのラップいいよね。いい。いや、いい、いい、いい。あと、風磨君だったらさ、あの、十のエンティーム号ね。怖い。わかる、わかる、わかる。そう。あれめっちゃ怖かった。撃ち抜かれると思ったもん、なんか。<laughs> あれさ、目がやっぱさ、マジだからかね。 やっぱあれだよスポダンだからスポダンの飯の時に。しかもさ、うん、今度なんかあれ名前忘れたなんかねなんかのバラエティーの再現ドラマで警察,やつ警察役警官役、うん、して銃で犯人をさなんか迎え撃つみたいな。で銃構えるシーンとかあるん、ねうん、その再現 v で。へ<ー>そうそうそれもちょっとねやっぱ小出しにされとるんやけどめっちゃかっこよくて、うん、やっぱなんかこう。 ね、筋肉がこう、よりね、引き立つんかね。<laughs> いやいや、そこでオファーされてないだろうけど、でも、似合いそうだよね。かっこよさそう、本当 <laughs>、うん、いや、そうそうそう、めっちゃ良くて。なんかいいね、うん、あのポーズね。しかもさ、スプライト特有のシュワシュワ感をさ、演出されてんのもなんかよくないあーなるほどね。そう、俺最初見たときわからんかったよ。すごい、パーって汗かなと思ったんでそのさ、もう結構、パーってやるときとかさ、うん、プシャーって出るね、か。うん。すごいね、その、弾けっぷりがね、 何だろうと思ったらこれそっか最後見たらスプライトなんだ、ね、そう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 だからなんかあんまりでもさこういうさパフォーマンスのやつでさ、うん、その企業さんのなんか名前が入ることってなんかあんまないねか,かどういうあれなんかねかおもろいよねえすごいねだからがっつりタッグ組んでるやつだよねだからスペシャルパフォーマンスビデオって名前なんだろうしねうんうん、うんうん、そう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 、うん、ねそのもちろんねウェブー m とかでっていうのは知ってるんやけど なんか珍しいパターンだなと思って、うん、面白いよね確かに確かにそうだねあ本当だクレジットにも「スポンサードバイスプライト」って出てるから、うん、結構も共同でエンティム側の運営っていうかもうスプライトさんスプライトさんっていうかね会社と一緒になって作ったんかねスポンサーさんなんかね普通にうんうんうん、うんうん、あとなんかさ結構基本的には一箇所で多分撮ってると思うんだけどなんか見せ方もさすごい綺麗だよねなんかさ、うん、高級な感じ性それでも いや、わかる。一箇所だろうが。え、なんかさ、いや、そうなん。ていうかさ、普通同じ場所だったら、なんか単調になって、まあ、なんか味気ないなって思うパフォーマンスビデオとかもあったりするんだけど、うん、<laughs> ど<れ>なんか、えー、誰とか別に誰かを思い浮かべって言ってないよ、別に。そう、だ <laughs> そう、あったなーみたいな。だけど、本当見せ方めっちゃ上手なのか、照明の感じとかだけでこんなに変わんだね。わかる。しかも綺麗だしね、映像もね。そう、綺麗な。ねえ。 うん、みんな綺麗だもんね知っとるよそうみんなエンティエーがみんな綺麗なもうほんとそうそうジョーくんとかさなんかすごい珍しいよねこんなさノースリーブタンクトップかな衣装みたいなねそう、うん、あとねマキーめちゃくちゃベルトでかいからそこもちょっと注目だからすごいでかいから <laughs> ちっって待って待って <laughs> 気づかんかったけど見たら本当にでかかったそうあのねでかいって聞いた思った以上にでかいよね3倍ぐらいでかくないそう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  <laughs> むしろベルトなんかって思うくらい <laughs> <laughs> でもさすごい、ね、マキーいい声しとるよねもうわ、ね、かるてかやっぱマキーやっぱそういうなんか重要なパート任されることやっぱ多いねの、うん、この曲でもやっぱそうだねすごい見せてくれるねうん,うんでもなんかやっぱ今回みんないい感じに分量ある気がするわやっぱりうんうん、うん、あ、うん、確かに確かにそれはそうそうだねいいね で、以上のね、今回は、エンティムのケイ君が、私をもらってにね、出演することが決定したので、そちらの話と、あと、スカートゥースカーのね、スペシャルパフォーマンスビデオについても話してたんだけど、いや、なんかいいニュースがね、もうすごい立てすぎドドンってきてすっ、なんかすっごい良かったね。ねえ。そうだね、ケイ君はもう本当忙しいだろうに。結構、結構忙しいよね、うん、よく考えれば、やっぱり。<laughs> 忙しいよね。忙しい。だってもし、ドラマまマまだ撮ってる途中だったら、ツアーの準備とかもあるだろうに、すごいくない <laughs> 売れっ子売れっ子しとるね、うん、ありがたいねそうしかもさほらあのスポーツ報知のインタビュー曰くさ春夏秋冬でさ、まあ、シングル出すとしたら夏のシングルとかも,もしかしたら準備してるかもしれないじゃんそれもあ確かに本当 AKB バりのさスケジュールじゃないそれだとしたら <laughs> 確かにもう決まっとんがんね <laughs> そ<う>春シングル総選挙シングル結果のシングル選抜のシングル秋 じゃんけん何それ5枚出しとったねそう5枚出しとったねすごい時おお、でもその情報まだ解禁されんもんね本当なんかであれね謎だけどうんねそうそうそうさみだれが春扱いなのかどうかもまあ春だと思うんだけどねそれが夏だったら一個ずれになるんかもしれんけど春だよねいやそうだねだからさ「NTV」の次の活動が楽しみだよね And team, go! Go! <laughs> <laughs>